こんにちは。お元気ですか？私はちょっと夏バテ気味というか、そんな感じです。あさって8月10日、自分にとってのベストアルバム、パトス、大人のための恋愛曲集をリリースします。大人の切ない恋愛を様々な角度で表現した20曲を収録しております。痛みも喜びも別れも、そして純粋な愛から歪んだ愛まで、切なくて泣きたい時、愛に飢えた時、私の曲が心の支えになってくれる、そんな嬉しいことはありません。著作権フリーのアルバムはたくさん出してるんですけれども、やっぱり著作権取っておきたいなって思う楽曲はいくつもあって、これから年に1個の割合でベストアルバム作りたいなと思っています。著作権って自分の財産になりますしね。かなり古い曲をリメイクしたのですが、自分で言うのもなんですが、いいものはいいなって。年月だって大人になって演奏したものって重みが出るというか、年を取った分丸みも出て、年を取るのも悪くないな、なんて思ったりしております。それにしてもリメイク楽しいですね。生き返るというか、新しい命を吹き込むというか、単なる曲ですが、その曲に対する愛着度がめっちゃ増します。リリースに伴い、楽譜、ピアノ曲集、CD、曲解説、小冊子、ブックレットも販売いたします。曲解説のブックレットは今回初めて作りましたが、本当は無料で出したかったんですけど、オンラインストアの方が最低50円からということで、50円で販売します。ちょっとした雑誌のような綺麗なモデルさんの写真裏に、私の短いポエム付きのブックレットで、これを読みながら音楽聴いていただけると、さらに世界観によるかなって思います。そもそも自己満足なだけのベストアルバムですが、興味ある方はリリース当日に YouTube でも公開いたしますので、ぜひお楽しみください。